金を信号装置に用いた安全な棺の設計図安全な棺は生きたまま埋葬されることを防ぐ棺のことで中の人間が生きたまま埋められてしまっていることを外界に知らせるための装置が取り付けられている安全な棺に関する設計の多くは18世紀から19世紀にかけて考案されたものであるがその設計思想は変化しつつも現代に生きている 生き埋めにされることへの恐怖が、ヨーロッパで最もかまびすしく叫ばれるようになったのは、これらが大流行した18世紀から19世紀にかけてである。しかし、棺に生きたまま埋められてしまった人間の記録はそれ以前にも存在している。例えばドゥンス・スコトゥスの例が挙げられるだろう。伝えられるところでは、掘り返されたその棺には、逃れ出ようとして引地に入れ血まみれになった。 この哲学者の手紙使っている。生き埋めの恐怖を煽ったのは、作家や新聞記者、医師たちの記事であり、文章だった。アッシャー家の崩壊や、アモンティラードの逆だると同じテーマを扱った、エドガー・アーラン・ポーの作品に、1844年の、早すぎた埋葬がある。まさに生きながらにして埋葬される語り手自身が覚えた、恐怖を衝実しているというばかりでなく、おそらくこれは、 最も純粋な早すぎた埋葬について書かれた文章の例となるものである。アントワーヌ・ビールズの早すぎた埋葬は生き埋めを恐れて安全な棺を求める人々の心に火をつけた。人々の生き埋めへの恐怖は棺に組み込まれる安全装置の発明競争につながった。それらは大抵外界と連絡を取るために何らかの仕組みを備えたもので、 例えば埋葬された人間が意識を取り戻した時に鳴らすための鐘に棺の中から紐が伸びているものがある。鐘の代わりに旗であったり花火であったりというような違いはあるが、こういった設計のなされた安全な棺がほとんどで映画大列車強盗にその典型を見ることができる。他にもはしごがついていたり脱出口が設けられていたり、 さらには食事用の管が備わった棺まで発明されたが空気をどうやって取り入れるかということにまで考えが及んでいる発明は少なかった。記録に残っている最初の安全な棺は1792年に亡くなったブラウンシュバイク公フェルディナントの注文によって作られたものである。校尺の管桶には最高のための窓や新鮮な空気を取り入れる管が備わっており、 王位を釘で止めず代わりに城前が付けられていた。やはり別中のシーンにはポケットが縫い付けられ、中には棺の王位と墓の扉を開けるために二つの鍵が入っているのだった。ドイツ人の牧師であるピーソラーは1798年にすべての棺には教会の鐘へと繋がる紐を通すための管が取り付けられて叱るべきではないかという提言をしている。そうすれば、 もし生きたまま埋められた人がいても、鐘を鳴らすことで誰かに気づいてもらうことができるからで、ある。このアイデアそのものはおよそ現実的ではなかったが、信号装置を備えた安全な棺の先駆けとなるものではあった。あるいはパスターベックは棺にはトランペットのような管が必要だと考えていた。毎日その土地の牧師が墓を回り、フランシタ遺体がその管から刺繍を放っているかを、 確かめればよいというのである。もしずっと何の匂いもしなかったり、助けを求める声が聞こえたならば、墓を掘り返し、中の人を助けるというわけである。アドルフ・グーツ・ムーツ博士は、自分が設計した棺の性能を確かめるために、何度も自ら生き埋めになっている。1882年の実験では地下に何時間も、こもり、棺に備えた管を使って、スープやビール、 ソーセージなどを楽しんだ。1820年代のドイツでは、携帯式のものを見ることができる。これは合図を送る金と中を覗くための窓が、備えられた小さな箱であり、まだ誰も入っていない墓の上に組み立てられた。合図が出ていないか、腐敗しているかを墓番が交代で見て回り、金が鳴らされたなら、一体はすぐに外に出ることができる。反対に、腐敗の兆候が出ていたならば、 扉になっている床が開けられて、そこに置かれた遺体は墓へ落とされる。床板はそのまま墓の多いとして、残った箱は別の場所に運ばれ再利用されるのである。1829年に設計された棺には、霊園の夜景に注意を促すため亡きらのかしら、両手両足に糸を結んで、金と繋げたものがあった。金の周りには、囲いが巡らされ、偶然になることがないようになっていた。 それまでのデザインよりも優れていた点として、この囲いが筒から棺に流れ込む網を防ぎ、さらに網が張られて、虫が入るのも防げるようになっていることが挙げられる。鐘が鳴ったならば、中の人が生きて棺桶から出られるように、墓盤は別の筒から、不意語で空気を入れる。ベステルの棺は、初期の鐘と紐を使ったタイプの中では結出していた、体に紐を巻き付けておくやり方では、 泣き殻の腐敗が進むとしばしば体が膨張したり、位置がずれたりして、紐に力が加わってしまうという欠点があった。こういった陰性反応の問題を克服したのが、フランツ・ベステルの棺である。1868年に発明された、この棺は、筒を増やして、遺体の顔が底から見えるようになっていた。埋められた人間が意識を取り戻せば、鐘を鳴らす。 墓番は棺の筒を覗き込み、中の人間が実際に息を吹き返したのかどうかを確かめるのである。死亡が確認されたなら、この筒は取り外して再利用できるようになっていた。ロシアのツァーリ、ー・ニコライ2世の華麗であったミヘルド・カルニッシュ伯爵は、1897年に自分が設計した棺にカルニッシュと名付けて特許を取り、 翌年にはソルボンヌで実験を行っている。この棺には中の動きを感知して旗と鐘が同時に作動する仕組みが備わっていたが全く人気が出なかった。腐敗していく死体が極わずかに動くだけでも反応してしまう上に先のカルニッシュ白爵の女子を生き埋めにして行われた実験では逆に全く装置が働かなかったのである。幸いにも呼吸用の筒に 問題はなかったため、この助手は無事に地上に出ることができたが、カルニッシュ白爵の評判は地に落ちたのだった。1995年になって、ファブリッシュオカセッリという人物が、現代版、安全な棺の特許を取得している。非常用アラーム、通信機器、照明、呼吸器が配置され、心臓用のモニターと刺激装置もついていた。 生きながらにして埋葬されることを恐れる人はいても、安全な棺によって死を免れた人間の例は記録されていない。民間語源の説くところでは、セーブドバイザベルやデッドリンガー、グレーブヤードシフトといった英語はビクトリア長期に培われた安全な棺の文化に由来するものとされる。しかし、いずれの説明も間違いである。セーブドバイザベルはボクシングに由来するものであり、 デッドリンガーも、グレーブヤードシフトも、その最初の要霊は20世紀に現れている。ありがとうございます。